22年目の告白の監督が次に挑むテーマは AI。 AI が全国民の健康と個人情報を管理する社会で AI が突如暴走。生きる価値がない人間を選別し殺戮を開始。被者特定。 AI 暴走のテロリストにされてしまった天才科学者の決死の逃亡劇と日本を襲った未曾有の大混乱を描く。桐生を演じる大沢たかおをはじめ息もつかせぬ完全オリジナル脚本に圧倒的リアリティを与える豪華実力派キャストが集結。本文を思い出せ。主題歌には愛書き下ろしの新曲僕らを待つ場所が決定。さらに一般道路を封鎖したド派手なカーアクション、巨大貨物船での大規模な撮影により破格のスケールで描かれるサスペンス超大作が誕生した。2020年最大のビッグプロジェクトがついに公開。 AI 崩壊。